ったんだ、これ。え、2つしかなかったじゃん。なんで1つしかなかったんだよ。俺、2つあるじゃん。だってさ、これさ、これと私の2本交換しよう。これとほとんど同じじゃない。一緒だよ。いや、これが一番少ないんじゃないよ。誰なんだよ。俺なんだよ。俺なんだよ。じゃんけんでもいいじゃん。よっせーで。うわぁ、一本よっしゃ。そうだ。ダメ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 。そうずり、だけ超えてんじゃん。大体交換しちゃんねえぞ。こうだ、これはダメ。じゃあこれダメだって。頼むよ、これ食いてえの。コウタ食えよ。これうまいよ。コウタこれだ。うまいよ。これうまいよ。動くじゃん。あいつまだ一人だ。しょうがないよ、あいつバームクーヘンだもん。それってさ、どういう意味？100円のさ、バームクーヘン見つかっちゃったから誰とも交換できねえんだよ。バカだな、よく考えたかい。おこちゃん、あいつら来ちゃうよ。よっ。くれるの？食べちゃったね。うち好きなんだよね、明太子。いいな。さっきはありがとう。全部交換するやな。すっげえよね。食ってみろ。いいの？
昼か。よし。あ、鈴木、飯行っか。お。うわ。鈴木。はい。お前は残れ。ちょっと話がある。じゃあ先行ってるわ。お。お前何やったよ。え、こないだの合コンだよ。お嬢様集団。いや、何って一緒にいたじゃないですか。そうだよ。俺たちは必死でアルコールを抑えてお嬢様たちを口説きに口説いた。ところが結果は惨憺たるものさ。お持ち帰りはゼロ。身分の差に愕然としたもんだよ。はあ。ところがお前はどうだよ。たったコップに半分も飲んでないってのにヘベレケになった。それなのに。ちょっと待ってくださいよ。俺は湯沢さんたちの邪魔をしないようにってその後のカラオケも辞退したじゃないですか。そうだ。だったらなんか問題でも。今日向こうの幹事からメールがあったんだよ。なんとまた俺たちと合コンやりたいって。へえ、よかったじゃないですか。それがなぜか向こうがお前を指名してきたんだよ。指名？メンツの中に必ずお前を入れてくれだってさ。鈴木、正直にお前どんなテク使ったんだ。は？お前は外回りやらせても成績はダントツだ。なんか必殺の殺し文句でもあるんじゃねえのか。いや、何言ってんすか。この通りだ。俺にその殺し文句伝授してくれ。今度こそお持ち帰りしてへんだ。他のやつには黙ってるからね。だからそんなんなんもないっすよ。それとも何か自分一人抜け駆けするつもりじゃないだろうな。そんなん全然ないですから。